始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバ工場のアンドゥです。今回も違和感ミステリー、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。来た。何かがおかしい。いや、この鏡でしょ。いるよ、不倫相手。ハサミを持って。怖すぎ。鏡に映り込んだ女性は男の浮気相手のようだ。手に持つ包丁で無理心中を図ろうとしている。狙ってますね。一発逆転。怖いですね。さあ来ました。何かがおかしい。いや、え、これはもうね、よくある日常というか、高校生花の JK のよくある日常でも、待って、なんかヘリウムガスみたいなの持ってない？何これ、ヘリウムガス。え、ドッキリヘリウムガスでしたみたいな、そういうおちゃらけたオチ。プレゼントの中身は虫の死骸だ。誕生日の数日前、彼女は仲間うちの一人を無視しようと言い出した。だが逆に言い出した彼女が移住のターゲットとなってしまった。怖っ。なんかあれか、攻める覚悟があるものはみたいな、人を傷つける覚悟があるものは自分も傷つけられる覚悟があるものだけだみたいな、そういうかっこいいことってこと。まあかっこよくはねえか。これ何かがおかしいだって。え。待って、この女の人も楽しんでやってるやん。お前、自分の子供が悪いみたいな言い方してるけど、お前楽しんで左手で遊んでるよな。夫に育児の大変さをアピール、夫に育児の大変さをアピールをして気を引くために子供に無理やりやらせていたようだ。これは立派な虐待である。あ、そういうこと？わざと子供やらせたってこと？さあ来ました。何かがおかしい。息子一人と。怖いって。合成かな？きっと合成したんだよね。そういうことだよね。なんかカメラだけが映してる本当の顔みたいな、そういうんじゃないよね。あれ、いないはずの女の子が映っている。この子はまさか合成です。はい。さあ来ました。何かがおかしい。なんだ、自撮り系女子だぞ。で、なんかヤニカスであることは間違いない。ヤニカス女子だけど、別に何かおかしいところはなさそうだけど、なんかこの目のあざ、これかな。違う。じゃあこれやっぱヤニカス、これじゃない？怪しいの来た。ヤニだやっぱり。インフルエンサーとして人気の彼女はまだ17歳の女子高生のはずだが、部屋で自撮りをした写真にしっかり灰皿が写ってしまっている。この後彼女が炎上することは間違いないだろうだって。なるほどね。もうインフルエンサーのプレッシャーってやつですよ、きっと。そういうのでもうヤニに手を出してしまったと。なるほどね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。